当作業は両方のヘッドライトカバーを一度に手早く施工してくださいって感じ。いや、片方ずつでいいです。ビフォーアフターが取れないんで、それは。確かに。じゃあ今のところカットしてもらって。はい、始まりました。メカニック TV ってことで、あの未だにあるエボ。マスキングがしてある。あら、はい。そしておもむろに渡されたこれ。あら、ということは、はい。ということはです。ウルトラハードクリーナー＆コーティングヘッドライト。そうですね。はい、うん、あのウルトラハードクリーナーはこの間水垢のやつを1回やって、はいはい、まあみるみる落ちると、うんうん、よく落ちると、うん、そのシリーズのヘッドライトクリーナーはちょっと期待ができるのではない、はい、うん、良いのでは重い、うん、重い買ってきたところ、はい、ちょうどヘッドライトがそうヘッドライトがくすんでる暇な車があったぞヘッドライトがくすんでる車がいるとちょうどいい感じですよ、ね、ちょうどいい感じ、うん、ちょうどいい感じです、ちょっと黄ばみいい感じに、はい、いい感じの黄ばみ方だと思ってます。なのでちょっとやってみてもらいたいなと思ってます、はい、やりましょう。はい、クリーナー使用方法、はい、傷の原因となる土砂等を洗い流し水を拭き取ってください。はい、はい、ヘッドライトカバー表面がザラザラしている場合コンパウンド等で整えてから使用することをお勧めします。大丈夫だと思う。大丈夫、うんうん、はい、必ずゴム手袋を着用し、こんがりキャップに付け替えてください。こんがりキャップ、これ、あ、これね、はいはい、こんがりキャップ、こんがりキャップ、それ、あー、はい、なるほどね、こんがりキャップに付け替えてください、はい、クリーナーがボディに付着すると塗装面を傷めるので必ずヘッドライトカバーの周囲にマスキングを行ってください。マスキングをしてあげました、はい、片側ずつ作業を行ってくださいってことです。付属のスポンジ、黄色い部分にクリーナーを5、6滴染み込ませ、クリーナーが染み出さないよう力を入れずに塗り伸ばしてください。うん、あくまで塗り伸ばすと。うん。こすれとは言ってない。こすれとは言ってない。塗り伸ばす。で、クリーナーが少なくなったら、適宜2、3滴ずつ追加してください。はい。クリーナーが塗装およびマステについた場合、直ちにタオル等で拭き取り、水拭きをしてくださいっていうから、結構強力なんだね。うん、この後が、付属のタオルで、塗布したクリーナーを汚れごと拭き取ってください。すぐにマスキングテープを剥がしてください。ヘッドライトカバーとその周辺を水洗いし、クリーナー成分を完全に除去してください。って感じかな。水を拭き取って乾燥させてください。黄ばみが残ってる場合は繰り返し塗布を繰り返し。あー、でもマスキング一回一回取れってこと、あー、うん、って言ってるけど、どうなんだろうね。一回洗ってみないと状態が分かんないからってことかな。何分置くとかっていうのがあります。書いてない。うーん、書いてない。あら、すぐ取っていいのかしら。確かに拭き上げた時点で黄色くなければもう一回かなって感じ、うん、かな。なので、付属のスポンジ、付属のスポンジこれの黄色い部分にそれがクリーナー、とんがりキャップですか。とんがりキャップに、じゃあこれはあゆみちゃんに、はい、さらに、あ、結構緩いね。そのままもういいかな。うん、で力を入れずに塗り伸ばしてください。こっち側から。あ、本当だ。なんか結構すぐなくなるんじゃない、それ。そうですね、すぐ。ちょっと待って、したら、え、汚いやん、もうすでに。へー、はい、これで落ちるの。うん、そうみたい。すごい。つける。もうちょい。え、汚い。どれどれどれ。汚い。あ、本当だ。茶色い。すごい。黄ばみってこれでも紫外線とかじゃない。そうですね。そうだと思いますよ。あ、すごい。ドロドロになってる。大丈夫か。すごい。うん。塗り広げはしたね。うん、塗り広げはした。怖い、怖い、怖い。あ、なんかヤニみたい。うん、タバコのヤニみたい。まだ黄色いよね。黄色く見えてるね。うん、黄色い気がするな。まだ黄色い気がする。あ、でも、うわ、汚い。
でも表面があれなのかな、溶けてんの、落ちてんの、ほほほ茶色い。でもここの端かこの辺ちょっとクリアっぽくなってきた気もしないでもない。え、垂れちゃうのは大丈夫？垂れたら洗う。え、でも割とちょっとクリアになってる。え、クリアになってるよ。綺麗になってる気がする。待って、ほら、あ、全然違う。これちょっともう一回やりたいね、ちょっと白くなったね。うん、もう一回やりたいな。すごい。で、空拭きしてあげればいいのかな。空拭きして、ちょっと細かい周りもちょっとすくいてあげて、うん、で、まあ空拭きしてボディの周りも最後ちょっとこの辺だけ洗車した方がいいのかな。うん、そうだ、そうだ、そう、ちょっと塗装にはあんまよろしくなさそう。うん、もう一回やったらだいぶ、うん、綺麗クリアになってくるんだ。ちょっとでも黄ばみ取れたね。取れた取れた、うん、すごい。おお、じゃあ今度は値がやろうかな。水分をよく落としてください。はい、あ、でも、あ、でも乾くとちょっと、でも多分ね、そのくすみきはコーティングでなくなる。あー、うん、なるほど。黄ばみの部分をこれでなくせればかなり、うんうんうん、だいぶいい感じ、だいぶいい感じに来てる気がしますが、うん、このもん、もう一回取れるか。おー、取れてるわ、取れてる。できてるかな。おー、汚い、汚いっすね。取れてるね。で、またお水をかけてみる。あ、だいぶ白くなったね。うん、あ、どこまで追い込めるかがわかんないのかな、ね、うん、どうします、もう一回ぐらいやってみる。もう一回ぐらいやってみるか、うん、何回やりました？4回、うん、4回ですね。4回、はい、うん、なんかこれでだいぶ白くなった、うん、白くなったと思うよ。比べるとだいぶ、うん、だいぶ白い、うん、取れたような気が、取れたよね、うんうん、じゃあこれで良しにしますか。はい、はい、一旦じゃあ次コーティングに移るためにまず何をするか、うん、はい、まずマステに、マステ剥がす。これ、そうだね、やり直す。うん、やり直す。もうこれ多分あの材がついてるから、うん、結構で、じゃあコーティングに行くわけですね。はい、はい、コーティングが、まず再度マスキングを行ってください。はい、はい、じゃあマスキングしましょう。はい、マスキングを行ってください。未使用のスポンジに不織布を巻いてください。これがね、こっちにこの不織布を巻く。うん、当作業はヘッドライトカバーを手早く施工してください。はい、不織布を巻いたスポンジの塗布面黄色い部分にコーティング液を十分染み込ませ、薄くムラなくヘッドライトカバー上端を縁取るように塗布してください、うん、その後かすれに注意しながら適時、コーティング液を補充し上から下に塗り広げ、うん、下端の下の方の液だまりを鳴らすように塗布してください、うんうんうん、でこれもやっぱコーティング液がボディについた場合は直ちに水洗いして流してくださいと、うん、なるほど。でかすれやムラ、塗り忘れがあっても修正しないでくださいって言って、一発勝負、怖いでその後1時間以上乾燥させてくださいだ、はいはい、で完全に乾燥するまでは塗布面に触れたり2層目を塗布しないでくださいって書いてある。で2層目をやった方がいいって、3層目まではやんない方がいいって書いてある。うん、3層以上塗り重ねないでください。スポンジに不織布を巻く、そう、巻くで黄色い方を使うからこのなんつうの接合面といいますか、それはあれだね、白い方に向くようにした方がいいか、こんな、うん、もうちょい、やべえ、貴重面発揮しちゃうから
こういうとこだけ。誰が貴重面？貴重面よ、私ズボラだし。ズボラで貴重面って何なんだろう。ズボラで貴重面で大雑把でしょ。そう矛盾。ちょっと待って、難しい、長さが絶妙。フリーや来たんじゃない。まあ手で使わなくてもいいけどね。すごい。うん、まあせっかくなので。ああ、まあせっかくなので。はい、はい、でここにコーティングを。じゃあこれはまた緊張するな。一発勝負ですよね。そう、一発勝負よ。上から下に。上から下。そう、上から下に。待って、あ、こういう感じで、何滴、スポンジ、黄色い部分全体にコーティング液を十分染み込ませって書いてある。全体、全体に、うん、全体に緩い。それも結構、ああこういう感じね。もうひたひたでいいんじゃない。ひたひたで、うん、なんせ一発勝負だから。緊張するな。上から下ね。上から下に全体にやってコードエリックで上から下に。ちょっと待って、いいよ、いっちゃって。やべ、これは危険。液も足しちゃいけない。そう、下の液だまりがなくなるようにピューってやる、うん、ってやって、で1時間待つ、うん、1時間待ち。はい、ということで2回コーティング終わりました、はい、ちょっとね、見て、この輝き違う、透明感すごいね。比較したらすごい分かる、うん、こっちと。そうだね、そうだね、うん、そう、こっちと比較するとだいぶ違う。全然違う。全然違う。やっぱフロントマスク大事よね、これ印象がもう全然違うもん、印象、うん、全然違うね。全然違います。市販品でここまで綺麗になるってなかなかすごいですよね。いいじゃない。擦ったり磨いたりもせずに、うん、そうだね、塗るだけ、シャッてやっただけで、こんな綺麗に。力がいらない、はい、うん、簡単。それはすごい。値段がね、今ちょっと忘れちゃったんで。じゃあ値段は確かね、そんな高くなかった。ぐらい。普通にオートバックスかホームセンターから買ったんで、あ、そんなに高くない。2000円とかそんぐらいだったの、うんうんうん。それでこんな綺麗になるなら、素晴らしい。一応、ただ注意点。2回コーティングして、で3回目以降はコーティングしないでくださいって書いてある。だから2回のコーティングで確実にバチッと決められるように、丁寧に。コーティングしてください。で、コーティングが多分定着するまでにちょっと時間がかかるから、うんうん、1週間は洗車しないでって、うん、あと水に濡れるのもなるべく良くないので、まあ、天気を見て、うん、なるべくこう天気が続く日を狙ってやった方がいいかな。そうだね、うん、はい、そんな感じ。やっぱ顔大事だから。顔大事、うん、そう、顔大事、第一印象大事、大事。じゃあこのままでモンちゃんに買いとくか、うん、とりあえず体はやったからこんなに綺麗になるから、あとは、ね、自分でやったらって友達に、ね、うん、あのマスキングもこのままでもうこのまま作業できる。マスキングしたまま返す。マスキングしたままひどい、ひどい。まあ簡単なので、あのこちらもやって、はい、放射させていただきます、うん、はい、うん、頑張りましょう。ああ、はい、すごいね、綺麗になったね、うん、すごい。いや、こんな変わると思わなかった、うんうん、はい、ということで、今回はウルトラハードクリーナー&コーティングやってまいりましたけど、まあ、ヘッドライト結構ね、気になるからね、多分ね、気になってる人多いと思うのよ、うん、自分の車なんか黄ばんできたなみたいな、まあ、市販でこんだけ綺麗になるものがあるので、
ぜひぜひ、お休みの日に1日でできちゃうからね、うん、試してみてください、はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。